超市有七十二部，教室到食堂有三条小路，谁在课桌上画藏宝地图，终点是后美食莲花树，整个城堡里的一草一木，谁比我们清楚换上红白色校服，开始新的征途，快知道赶紧让路。焼肉食べたい。よし、今日はバーベキューにしよう。え、でもそんなお金あ、カイシン、バーベキューしてるんだけど来ない？あ、来れる？っていうか、お肉買うの忘れちゃって。カイシンのおばさんって肉屋じゃなかったっけ？バンザイ、みんなでバーベキューしてるんだけど飲み物忘れちゃって。あ、いい？よろしく。ミュウミュウ、シェフなんだけど、みんなでバーベキューするのに野菜買うの忘れちゃって。これがクラファンバーベキュー。本当にこれだけでいいの？いいの。おーい、ほら、おばさんがお肉いっぱいくれたよ。はい、野菜。ミネラルウォーター持ってきたよ。何その高そうなボトル。あ、あれうわ、本当だ、デザイン変わったのかな。これ使ったことないの？だっていつもガスコンロだし。火って自分でつけるの？食べるの専門だし。まず炭を小さく砕いて、おお、紙をちぎって、ほら、これで火が全体に回るでしょ。なんだこのチマチマした紙切れは。これはなんかのお札か？じゃあやってみせてよ。あ、はい。こうやって紙に火をつけて、炭の下に入れて、ひたすらにふくふう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 はいはい、検索しますよ。検索すればいいんでしょ。ワイルドな男の火の起こし方。火種を入れたら全体をペンチで掴む。そしてバーベキュー全体を気合で振り回し、風と炎を巻き起こす。おお、そうやるんだ。いや、それ絶対デタラメだし。まあ、任せなさい。おお、風よ炎よ、巻き起こい。我ながらワイルドすぎてびっくりするな。いや、わわかった。ちょっと待って。カイシン、行くぞ。オッケー、俺たちならできる。できる。よー、1、2、1、2、よっしゃ、来た。ついに食べれる。なんだか二人、小さな子供と遊んであげてるみたい。本当だ、頑張って。操场里超市有七十二部，教室到食堂有三条小路，谁在课桌上画藏宝地图，终点是后美食莲花树，整个城堡里的一草一木，谁比我们清楚换上红白色校服，开始新的征途，快知道赶紧让路。お腹空いた。これもういいんじゃない？あ、ちょっ、グズグズしていると何も食べられないぞ。しかし焦りすぎて生肉を食うなんてことは絶対にやってはいけない。それがバーベキューのルール。なんて言ってる間に、はい、これ食べ方。気を抜かない方がいいよ。で、早い者が勝つ。ちょ、俺の肉。おいしくて泣きそう。カイシンさんの焼き方最高。おばさんの店の肉がいいんだよ。こんなバーベキュー初めてだよ。おいしいね。今日はないけど、私バーベキューで焼くトウモロコシとかえのきだけとか、あとスルメイカも好きなんだよね。バンシン、
ちょっと買い物をお願いしたいんだけど。僕がそんな暇だと思う？トウモロコシとエノキダケとスルメイカと。兄さんたちのくだらないアクティビティに付き合ってる時間はない。そんなこと言わないで。今さ、シーフンとカイシンと。もう切るよ。シーミョウと友達のミョウミョウと。トウモロコシと何がいるって。お礼パンシン。やあ皆さん。いや、たまたまこの近くで自転車に乗っていたら、たまたまみんなを見かけたんだけど、たまたまバーベキューにしてもいい食材をたまたまたくさん持ってるんだ。おお、すっげえ偶然。一緒に食べようよ。バンシン、グッジョブ。すごい食材いっぱい。ちょっと下準備しないといけないものもあるが、誰かできるのか。ああ、調理番は。あれは何をしてるんだ。助けてください。おいしいね。えのきだけおいしいでしょ。あ、うん、最高。あこんなに肉食べても久しぶりかも。みんなでいろいろ持ち寄って楽しかったね。ん？ふん、次は鍋か。厂里超市有七十二步，教室到食堂有三条小路，谁在课桌上画藏宝地图，终点是后门市的花束，这座城堡里的一草一木，谁比我们清楚换上红白色校服，开始新的征途，快知道赶紧让路。あ、今日晩ご飯いらないかも。あ、なんで？太ったから？ミョウミョウとレポート書くの。ですよね。はい、了解です。じゃあ、そういうことでよろしく。あ、そういえばシーミョウ、彼氏できたの？は？いや、さっき中等部の女子がさ。隣のクラスに年上の彼氏がいる子がいるんだって。ああ、見たことある。誰だっけ。シーミョン。そうだ、シーミョンって子。そうなの？ねえ、彼氏できたの？いや、知らないし聞いてないし。最近様子がおかしいとか、綺麗になったとか、学校終わっても帰ってこないとか。おー、あーって。でも改心の情報だろ。そもそも当てになんねえし。そもそもって。まあ彼氏の一人でもいた方がちょっとは塩らしくなってくれていいんじゃん。いや、でも、まあ気になるよね。別に彼氏がどこって言うんじゃなくて、あいつがどんなのが好みなのか見るだけだし。あいつじゃね。ちょっと一言挨拶してやろうか。ああ、あっちですか。ありがとう。ん？ああ、どうも。アンケートいいですか。あ、すいません。お待たせ。こんにちは。こちらご注文の品になります。なんか普通に勉強してるね。だな。というかお腹空いたし、俺たちもなんか食べない？そんなお金ない。だよな。ポテトだけな。マジで？おっしゃ。それでさ、その後何て言ったと思う？はい、こちら特に異常はありません。わかった。何かあったらまた連絡をしてくれ。さて、
ごめんね、ちょっとだけ聞きたいことがあって。君たちの学年のシーミョってこの彼氏ってこの中に映ってる？あ、この人、この人が彼氏です。この店員が？あ、その人じゃなくてこっちです。唱里唱是有七十二步，教室到食堂有三条小路，谁在课桌上画藏宝地图，终点是后门式的花束，这座城堡里的一草一木，谁比我们清楚换上红白色校服，开始新的征途，快知道赶紧让路。シュウ、あれってあれだよね。ああ、あれだね。なんとかしてよ。いや、ちょっと大きすぎない？それ、どうするの？シミョ、これで奴を仕留めるんだ。あのスリッパいらない。かかってこいよ。人間様のポテトチップスの恨み思い知れ。シーフン、見てよ。さすがのゴキブリもこれだけの殺虫剤なら。あれ？え？なんで？いらない。操场里唱是有七十二步，教室到食堂有三条小路，谁在课桌上画藏宝地图，终点是后门式的花束，这座城堡里的一草一木，谁比我们清楚换上红白色校服，开始新的征途，赶紧让路。じゃあ英語は来週テストやるんで、みんな頑張るように。特に成績が悪かったやつは放課後がっつり補習授業やるんで、そのつもりでな。マジか。ちょ、返しどうするよ。ちょっと、いやいやいや、そんな話聞いてないって。寝てたからな。
ちょ、どうしよう。放課後バスケできなくなったら、え、早起きして朝一夜中、休み時間削るの辛いっしょ。いや、テストの方なんとかしろよって感じなんだけど。じゃあちょっとこれやらせてみて。何携帯で遊ばせてんだよ。あ、いや、なんかそれで学力わかるとかなんとか。その兄上の友達、 IQ 自体はそれほど悪くない感じだけど。え、そうなの？ま、典型的な基礎学力の欠如だね。頭の回転は早いからシンプルな学習法が向いてるね。すごい、このアプリそんなことまでわかるんだ。え、ちなみに僕の IQ は。兄上の IQ が低いのは分かってるからやらなくていいよ。バンシンが言うには、英語の基本力は単語力、まずとにかく単語を覚えるようにだって。ほう。テイボー。あ、これ間に合う？テレビ、クロック、フラワーベース、ミラー、ワシンマシン、トイレ。すごい、カイシンのシンプルな性格に完全にハマってる。パンツ、シャツ、セルラフォン、フレンドと。え、フレンド、ありがとうカイシン、額に入れて一生大切にするよ。両方フレンドじゃややこしいな。ガールフレンド。教室有七十二步，教室到食堂有三条小路，谁在课桌上画藏宝地图，终点是后门式的花束，整座城堡里的一草一木，谁比我们清楚换上红白色校服，开始新的征途，快知道赶紧让路。十一秒。僕だけど、ちょっとお願いがあるんだけど。バンザイ様、おっしゃられました通り準備はしておきましたが。ありがとう。え、試合あるの？あれ、言ってなかったっけ？今度の日曜。へえ、まあ暇だし応援行こっかな。練習試合だし別にいいよ。いや、見に行った方がいいんじゃないかな。よし、時間の限りビシバシ行きましょう。神妙、起きてたんだったら教えろよ。試合遅れる。ん、何これ。お弁当、カイシンさんのもあるから。え、別に、なんか早く目が覚めちゃったから。ちゃんと食べられるのか。そうサンキュー、ありがとうございます。どいて、道開けてください。カイシンいなくて試合どうすんの。シーフンもいないし。ご心配なく、僕出ましょうか。は、誰だお前。ちょっと今それどころじゃないから。シュン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 、おお。
ということです。さあシーミョ、時は来た。あれ、僕たち、よし、バイバイ。このシュート、君に捧げる。あれ、二人一緒に入院ってやばくない？どうしたんだろう。試合楽しみにしてたのにね。全然全然、バスケ興味ないよ。海心さんは出ないんだし。よっしゃ唱里唱是有七十二步，教室到食堂有三条小路，谁在课桌上画藏宝地图，终点是后门是莲花树，整座城堡里的一草一木，谁比我们清楚换上红白色校服，开始新的征途，快知道赶紧让路。嘿，明日か。好き。花火いいですよね。ああだよな。ファイアーワークスフェスティバル、家族友達でそして気になるあの人とロマンティックに楽しんで、入場券好評発売中。チームを誘いたい。でもどうやって誘えばいいんだ。いや、ちょっと多めに買ってしまったんだ。一緒に食べてくれないか。いやいや、そんな強引にいけるのか。明日の花火大会、入場券多めに買ってしまったんだ。行かない？多め？みんなで行くのかな。もしかして海心さんも？行きます行きます。おお、やったー。ミョウミョウの分のチケットもあるのかな。ねえシーフン、うるさい、今ちょっと忙しい。好き好き。はなびかな。え、怪人さんと花火、何着よう何着よう。あ、怪人さん、花火大会超楽しそうじゃん。みんなで行こうよ。はい、シーミョ参加です。はお前らと。いや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 、班長誘ったっちゅうの。なんでみんなで行くんだよ。え、だって楽しそうじゃん。大学受験ももうすぐなのに、花火大会で一日を無駄にするってことは、他の人より24時間勉強してないってことだぞ。ってことは1440分も差がつくんだ。いや、あの、俺たちは今そんなことをしてる場合じゃないだろ。特にお前、どうせ学校の宿題もやってないんだろ。え、ほら、宿題もやってなくて、もし花火大会で先生に会ったらどうするんだ。やめとけ、絶対行かない方がいい。これかな。ごめん、やっぱ花火行くのやめとく。なんでなんでなんで。うわぁ。誰にもデートの邪魔はさせない。花火は家から見えるので、毎年家族と見ています。では。あ、そう。よし、これでシーミョとデートだ。なんだか花火に行くテンションではなくなりました。すみません。でも私の分のチケットミョンミョンに譲ってあげることにしたので、待ち合わせの場所とか伝えておきました。お兄上どうしたの。私たち二人、なんだかそうみたいです。